画でですね、このコールマンの 508A のストーブ、ガスレスストーブ買って、まあ、失敗しましたというのをまあお伝えしたことがあるんですけど、実はこれ違うものです。でこれあの専用ケースに入ってまして、で中身はあの商品あの正常として買ったんですけど、まあ、全く使い物にならないものを買ってしまったの で今度はジャンクですね。そうじゃないですか、ジャンクだ、普通に買ったものがジャンクだったので、そのケースをですね、出品しました、オークションに。そしたらですね、ケースだけなのに、まあ要は普通の製品版と同じ、価格でですね、買えまして、買えましてない、売れまして、でその売れたお金で今度はこちらジャンクなんですけど、新品ジャンクというものだったんですね。新品ジャンクってどういうのか私もよく分からなかったんですけど、まあ燃料漏れしますと、なので新品にもかかわらず1回使っとしたら燃料漏れしますっていうことでジャンクで出品されて、まあ同じような価格で買えました。で当然ジャンクですから、まあガソリン漏れするということが前提でですね、燃料漏れするということを前提で買ってますんで、期待してなかったんですけど、まあ本当に新品が来て、これも何回かお湯沸かしたりして、ガレージでですね使ってますんで、まあそんなような感じで、ただ、分解してですね、パッキンとか全部確認したんですけど、これクロセのスパイ、クロセのスパイス、クロセスパイスじゃなくてクロセのスパイス、を使って、まあ、今回使います。でそれでですね、すごくいい買い物ができましてですね、まあ私としては大喜びですね。そんな感じです。ですから508一回失敗しましたけど、今回買ったの出品者がすごくいい方で、何でしょう、ジャンクということで言われてたんですけど、まあよく細かいこと聞いてみたらですね、まあ燃料漏れするんですよということだったんですけど、まあとにかく治って問題なく使えてますんで、買ってよかったなと思います。ちなみにですね、買ったのが最初買った、正常のものを買ったんですけど、それは3000円ぐらいで、こちらも同じ3000円で、ケースだけオークションで販売して3000で、3500、600円で売れたのかな。だから、実際にですね、いい勉強というか、まあ前、オークションは非常に今まで、ゴミを送ってくる人がたくさんいたんで、もうびっくりしやしないんですけど、まあよくある話なんですよね。ひどいものをですね、送ってこられる方がいるんで、特にオートバイのパーツを買った時は、随分私はひどい目に遭いましたね。これは、鮭より先にこの目玉焼きができちゃいますね。で、当然なんですけども、ご飯ももうできてますんで、あとこの卵の黄身の部分が少し焼けたらという感じですけど、はい、やはりガソリンストーブは火力が強いんで、やってますね、これ。鍋つかみ、なんでこんなの使ってるかって言ってですね、持ってきたんですけど、なんだかどこに入れちゃったんだか分かんなくなっちゃってるんで、仕方がなくこの鍋つかみ嫌いなんですけど、正直言うと。でもないとこれ、手で持つわけにいかないので、ということで、魚はちょっと炭が弱いんで、時間かかりそうです。で今回はですね、こちらの100円ショップで買った、何ていうんですかね、バーベキュービッシュというものですね。ここに飲み物を入れてですね、まあ、缶ビールとか飲み物を入れて、で、あとまあ、こうアラカルトですね、オーリーを入れてというふうになってるみたいなんですけど。私の場合はちょっとこれどうするかっていうのがあるんですけど、
一人ですしね。ご飯は飯後からちょっと食べるわけにいかないので、とりあえず、ご飯も食べないと、なんですよね。後片付けが楽なんですよね、こういうやつって。じゃあご飯を食べますかね。ご飯はですね、コップの通りにかけてましてですね。ちょっとですね、友達から言われたんですけど、動画を見てる友達に言われたんですけど、私食レポをしてないんですよね。料理作ってるシーンはあってもですね、まあ前にキャンプ中にちょっと行った話したことあるんですけど、人が食べてるとこ見てもなんか面白くないだろうなと思っていたんですね。で、まあそういう音声があればですね、ぜひとも言ってたんですけど、今回はですね、ちゃいましたね、ということで、ちょっと食レポもしかしたらするかもしれません。はい、ということで、今回固形燃料2つ使ってですね、ご飯が炊きました。はい、尾上さん流にやるとこんにちはって感じですかね。はい、よく炊けてますね。ちょっと下の見えないんで、もしかしたら焦げてるかどうか分かりませんけど、なんか美味しそうに炊けてますね。で、これでですね、食べていきたいなと思います。ただですね、今回この、食レポをするにしてもですね、あまりにもこの、なんて言うんでしょうかね、つまんないですよね。だって目玉焼きと鮭って別に作ったわけじゃないんですよね。なんで顔出ししないんだっていうのも言われたんですけど、実はですね、私カメラ関係のものでですね、顔出しもしちゃってるんですよね、初めに。なので、あとヘルメット姿での顔出しはたくさんあるんですけど、かぶり物なしでの顔出しはそのカメラ関係のもの、で一回出してますんで、あえて出す必要がないかなというふうに思ってます。別に悪いことしたわけじゃないんで、顔出ししても構わないんですけど、太ったむさい親父の顔を見てもですね、別に見てる方が不愉快になるかもしれないですし、前のキャンプ場の時にちょっとお話ししたんですけど、私顔とに傷があってですね、全身100針以上縫ってますんで、あんまり顔を見せたくないというのも実はあったんですけど、これなりゃいいかなみたいな。でですね、顔をちょっとわざと私が作る可能性ありますので、ご容赦ください。ということで、これは結局使いませんでした、ね、夜使いたいな。先ほどちょっと言ったんですけど、これなんですけどね、飲み物は私グラスのジョッキ使いますんで、ここには入れないで、ここにですねタレとかそういうのを入れてですね、あと塩コショウだったり、この先ほどちょっとお見せした、クロッセのスパイスですねを入れたりして、お肉を入れたりすれば、タレと味を2つぐらいにしてお肉を入れればですね、楽しめるのかなと思いまして、これ買ってみました。今夜使いたいと思います。ということで、食レポなんですけど、さっき言った通りですかね、これは、クロッセのスパイスをかけただけですから、まずいわけじゃないですよ。はい、というわけで、もうダイレクトにここからいっちゃいます。ちょっと時間経っちゃうから、焼き具合もそんなに焦げたりもしてないです。美味しそうですか。はい、いただきます。ご飯もちゃんと炊けてますし、大丈夫なんですけど、味はですね、クロススパイスって岩塩が入ってるんで、あまりかけなかったんですけど、ちょっと味が薄いですね。これは砂が全部なかったんですね。ということで、私が使ってるス
パイスボックスこちらです、こちらですけど、ここに調味料が入っててですね、これ本当はカメラ用のバッグなんですけど、非常に便利なので、これを使ってます。で、今ですね、めんつゆをかけて、味が足りないんでめんつゆかけて食べたいなと思います。今食レポはですね、これ以上してもしょうがないんで、これぐらいにしたいなと思います。まあ、仕方なく食べましょうかね、せっかくなんで。また雨降ってきちゃいましたね。ちょっとカメラがですね、雨に濡れる位置に今置いてあるんで、まあ、美味しいに決まってますよね。結構いい値段のやつ買ったんで、これ塩焼きじゃないんで美味しいですね。